駅鏡。駅鏡、駅鏡。政治体、駅兵は古代中国の書物。著者は、ふっつぎとされている。小の時代から蓄積された牧師を集大成したものとして駅鏡は成立した。占いが動物である亀の甲羅や牛足下の肩甲骨に入ったヒビの形から占うものであるのに対して、税は植物である、メドニの茎の本数を用いた占いである。 現代では、哲学書としての液経と戦術のテキストとしての液経が一部重なりながらも別のものとなっている。中心思想は音量を二つの元素の対立と統合により、信頼万章の変化法則を説く。液経は儒家である純子の学派によって儒家の経典として取り込まれた。原学の立場からは、老子道徳教、創始と合わせて三年の書と呼ばれる。 また、中国では、皇帝内平、三回平と合わせて、上古三大基書とも呼ぶ。儒教の基本書籍である五経の筆頭に挙げられる、経典であり、収益、収益、女優、または単に益、駅、駅とも呼ぶ。通常は、基本の、教の部分である、収益に、儒教的な解釈による、不分、重欲または、捨てを付け加えたものを一つの書とすることが多く、 一般に液鏡という場合それを指すことが多いが、本来的には液鏡は毛の毛が毛地、麹部分の上下二辺のみを指す。三液の一つであり、太古よりの占いの知恵を体系、組織化し、深淵な宇宙観にまで昇華させている。今日行われる液線法の原点であるが、古代における占いは現代にしばしば見られる。 軽さとは大きい趣きをことにし、共同体の存亡に関わる、極めて重要かつ真剣な課題の解決法であり、占い師は政治の舞台で命がけの責任を背負わされることもあった。この書物の本来の署名は、益、または、収益である。益教というのはそう以降の名称で、儒教の継承に挙げられたためにこう呼ばれる。なぜ、益という名なのか、古来から、 様々な説が唱えられてきた。ただし、液という語が、もっぱら、変化を意味し、また占いというもの自体が過去、現在、未来へと変化る点していくものを捉えようとするものである。ことから、何らかの点で、変化と関連すると考える人が多い。有名なものに、液という字がトカゲに由来するというトカゲ説があり、トカゲが肌の色を変化させることに由来するという、 また、駅の字が、日と、月から構成されるとする、実月説があり、太陽と、太陰月曜日で音明を代表させているとする、説もあり、太陽や月、星の運行から運命を読み取る、占星術に由来する考える人もいる。伝統的な儒教の考えでは、収益整備が低く、駅抜きからのみどの、駅は一名にして、三吉を含むという、変駅、不駅、 簡易、変わる、変わらぬ、たやすいの、三、液節をとっている。また、収益の、衆は、中国王朝の衆大の駅の意であると言われることが多いが、提言などは、衆は、あまねくの意味であると返している。原稿、液境は、本体部分とも言うべき、一、境、境義の、液境、状況と、下境に分かれると、これを注釈。 解説する十部の二、捨て、液伝、または重欲も言うからなる。一、今日には、六十四毛のそれぞれについて、図像である、毛画像と、毛の全体的な意味について記述する毛字と、さらに毛を構成している六本の行為の意味を説明する三百八十四の工事、間、二のみある要求、要九、要六を加えて数えるときは三百八十六とが、 整理され過剰書きに収められ、状況30系を収録、下経、34系を収録の2巻に分かれる。今日における64系の並び方がどのように決定されたのかは現代では不明である。また64系の記事や工事を調べる場合、今日における64系の並べ方そのままでは不便であり、64系を上下に分けることでインデックスとなる。 小生八家の組み合わせによって六十四家が整理された。その後、小生八家自体が世界の構成要素の象徴となって、様々な意味が付与されることとなった。具体例を示すと、犬は以下の通りである。音名を示す、王船、甲が六本が重ねられた家のシンボルがある。次に刑事が続き家の名前、犬と、 毛全体の内容を様々な象徴的な言葉で説明する。次に、初九十三、九十四、九十五、上九、要、九で始まる項字があり、シンボル中の各項について説明する。六本線、項の位置を下から上に、初百四十五乗という語で表し、九は比を表している。影は六で表す。 法事は、ケジと似ているが、初から上へと状況が遷移する変化を捉えた、説明がされる。象徴的なストーリーと一貫した主題で説明される、ことも多い。犬では、日の象徴である竜が、地中から天に昇るプロセスを描き判断を加えている。二、捨て、重欲は、断電上下、増電、昇電、上下、軽示電上下、分弦電、節気電、節下電、除気電、 諸家伝、雑家伝、雑火殿の、刑獣部である。これらの中で、刑事殿には、小細八見の記述はあるものの、大政家の解説では、大政家を小細八見の組み合わせとしては返しておらず、刑事殿が最初に作られた、捨てと推測される。1973年、馬王大官房で発見された、白書、収益者本に、重力はなく、付属文書は、文子門。 刑事、駅主義、洋、僕は、小竜区の六編で構成されていた。現代出版されている駅経では、一つの家に対して、ケ事、タ増、工事の順でそれぞれが並べられていることが多く、教、タ増を一体のものとして扱っている。例えば、駅、中国古典先中では、一つの家は、王筆、ほどおとがいに習い以下のように編集されている。 大原業に基づくものを言う場合もごく稀にあるが、一般に、先税といえば、液境に基づき、税竹、資源には、メドギ、菊方年草であるノコギリ草のこと。ただし、和名の、メドギは、メドハギという豆科の植物の茎を乾燥させたものを、用いて、占いをなすことを言う。この占いにおいては、50本の税竹を操作して、下ヤコを選び定め、 それによって吉祥その他を占う。牧勢と道義。駅協の刑事上伝には、駅は聖人の著作であるということが書かれており、十家によって後に伝説が作られた。古来の伝承によれば、駅の成立は以下のようなものであったという。まず、ふっつぎが八家を作り、さらにそれを重ねて六十四家とした一節に、新郎が十家したとも、次に、 衆の文王が記事を作り、衆公が孔示を作った一説に、孔示も文王の作とする。そして、孔子が捨てを書いて、聖句へと伝え、館内の殿下に至ったものとされる。この、駅作成に関わるフに、文王、衆公、孔子を、三章という文王と衆公を分かる場合でも親子なので一人として数える。孔子が晩年駅を好んで伝。 中尺、いわゆる、重欲と言われる、丹伝、啓示殿、増伝、節殿、文言殿を書いたというのは、特に有名であり、四季講師聖歌には、講師は、万年駅を愛読し、丹、つなぎ、増、節家、文言を書いた。駅を読んで畜館の閉じ紐が三度も切れてしまったと書かれており、異変三絶の故事として名高い。このような伝説は、十家が駅を、 成人の作った経典として行く過程で形成された。仏けは、駅伝の刑事下伝の記述に基づいており、法儀、仏儀が、天地自然の造形を観察して、毛を作り、神明の徳に通じ、万物の姿を類型化したとあり、以後、法儀神の皇帝行春と続く成人たちが、毛に基づき人間社会の文明制度を創造したと、ある。しかしながら、 この伝説は古くから疑問視されていた。駅の文言が伝承と相違している点が多いためである。その応用を収むが、重欲は複数の人間の著作物だろうと疑問を呈したのに、始まり、壮大以降、駅境の成立に関する研究が進めば進むほど、上記の伝説が信じがたいことが明らかになった。手記は64経は、 ただ状況だけが整った形になっているが、家業は乱雑な記述になっており、刑事上電は整っているが、刑事下電は、短電、増電と整合性が取れないといい、短電、増電はよくできているので成人の著作だろうと考えたが、他のつては、成人の著作ではないと考えていたのではないか、と、内藤コナンは、論文、駅にで述べている。内藤はさらに、 小区以来の伝授が信ぜられぬことのほか、すなわち伝何が初めて畜白に調和したということは、おそらく事実とするを得べく、少なくともその時までは、駅の内容にも変化の起こり得ることが容易なものと考えられるのである。それ小勢の起源はあるいは陶器院大の府にありとし、霊雲に、孔子が、陰道を、カウンと欲して、うに来れて、羊猿犬を得たりとあるのが、 多少の拠り所があるものとしても、それが、今日の収益になるには、大ず変化し、しかもかも、文化の急激に発達した戦国時代におて、最も多く変化を受けたものと考うべきではあるまいか。駅にと述べ、駅が、成人の著作であることを否定した。後には、孔子と駅との関わりまでも疑問視されたが、これは、高田真司、白川聖羅によって逆に否定された。 現代では以下のように考えられている。古代中国、印外には、吉光焼き、そこに現れる亀裂の形、占い帳で国家的な行事の吉経を占う貴木が神事として盛んに行われていたことが、隠居における多量の甲骨文の発見などにより知られている。青春以降の文のメドギガや亀作、作は税畜などの語に見られるように、 その後、規木と税占いが併用された時代があったらしい。両者の比較については、春秋差し伝、気候4年の期に、規木では不吉、先税では吉と、結果が違ったことについて、占い人が、税は単にして、占い、規木は長なり。占いに従うにしかず、先税は短期の視点から示し、規木は長期の視点から示します。 木木に従う方が良いでしょうと述べた、という記事が見られる。春秋刺し伝には、木木や先生に関するエピソードが多く存在するが、それらの記事では、木木の占い帳と、先生の毛、また、占い帳の形に付けられた占いの言葉である、字、中字と、加工に付けられた占いの言葉である家寺、記事、工事が、それぞれ対比的な関係を見せている。こうして占われた結果が、 朝廷に蓄積され、これが収益のもとになったと考えられている。収益のもとになった書物が各地に普及すると難解な占いの分の解釈書が必要になり、戦国末期から前漢の初期に丹田、増田以外の重欲が成立したのであろうというのが丸山松子による現在通説のまとめである。また、集大の理想的な完成を描いた。 主来の春乾燥白には、大木という管理が三丁天三駅、三無の方を司ったとされ、三丁、玉丁、河原丁、玄丁すなわち木木に関しては、その教長の体は三七百有十、その章は三七千有二百とあり、五管の提言は占い長が百二十体に分類され、一体ごとに十ずつのがあったと解している。一方、三液、連山、寄贈、 収益すなわち先税に関しては、その京家花八、その別は三七六十四と述べ、家に八家があり、それを二つ組み合わせた六十四家の家事がある、駅に対応した記述となっている。なお三駅の連山、寄贈、提言はそれぞれ、夏よ、院来の駅と返している。連山、寄贈は、後世に伝わっていない。税畜を操作した結果、 得られる記号である毛は6本の甲と呼ばれる横棒、下の2種類があるによって構成されているが、これは三項ずつのものが上下に2つ重ねて作られているとされる。この3項の組み合わせによってできる8つの基本図像は、八毛と呼ばれる。液鏡は、従来、占いの書であるが、液伝においては、毛の象形が、天地自然に由来するとされ、社会事象にまで適用された。 八見の像は、様々な事物、事象を表すが、特に世付伝において整理して示されており、自然現象に配当して、肝イコール天、羊猿イコール地、心イコール雷、辰巳イコール風、肝イコール水、理イコール美、牛虎イコールさん、直しイコール沢としたり、世付伝さん、人間社会、家族成員に類推して、肝イコール等、羊猿イコール母、心イコール長男、 夏見イコール長女、寒イコール中男、理イコール中女、牛トイコール小男、直しイコール少女としたり、雪け伝従した。一方、うについては、怨霊思想によりを非、引く体を影とし、万物の相反する性質について説明した。このように、戦国時代以降、儒家は、 音量思想や功労思想を取り入れつつ、天地万物の生成変化を説明すやすでを作成することで、駅の経典としての位置を確立させた。なお、八見の順序には、刑事上伝の生成論、対局両義マイナス4増発見による、勘、直し、利、神辰美、勘、牛虎、羊猿と、節け伝後の生成論による、勘、羊猿、神辰美、勘、 理、牛しとら、直しの二通りがある。前者を、仏義先天八家、後者を、文王後天八家と呼び、前者によって、八家を配置した図を、先天図、後者によるものを、後天図という。しかし、実際は十一世紀の北宋の商用の著作、光玉形成書において初めて、仏義先天八家、文王後天八家として、図と結びつけられたのであり。 先天書図は、商用の創作と推測されている。1993年、各店1号簿より、畜館に記された、駅が発見された。これは、現存最古の信代の、駅の写本である。駅の教門には先方に関する記述がなく、刑事上殿に簡単に記述されているのみである。刑事上殿をもとに、党の公営脱収益正義や南宋の手記。 収益本義税義によって復元の試みがなされ、現在の占いはもっぱら手記によっている。駅で占うために毛を選ぶことを売りつけといい、税蓄を使う正式な本税法、繁雑を避けた中税法、略税法、三変税法や、コイン、敵戦法、サイコロなどを利用する簡略化した方法も用いられる。これらによって、 占いを起とした時点の偶然で毛が選択され、大別すると選ばれた1項を6回重ねる方法、本税法、中税法などと、選ばれた八見を2回重ねる方法、略税法などがある。さらに、各方法には変更、極まって音量が反転しようとしている項の有無や、位置を選ぶ操作があり状況変化を表現する。この時選ばれた元の毛を、本家、変化した毛をの毛という、 こうして毛が得られた後、毛や変更について、液境の判断を参照し当面する課題や状態を見て解釈し占い談を行う。手記の本税法を税畜あるいはメドギの使用に限って説明すれば以下のようである。刑事上伝には四へして液をなし、十有八変して毛をなすとあり、これを四つの営みによって一変ができ、三変で一項が得られ。 それを六回繰り返した十八辺で一系が得られるとした。さらに四 a は、伝文にある、分かちてにとなしもって量にかたどるを第一 a 一をかけもて三にかたどるを第二 a これを数うるに四をもってしもて四字にかたどるを第三 a 気をに返しもてうるにかたどる、気は、残余は、指の間と解釈されるを第四 a とした。 上記本税法は18編を必要とし、しかも、第1編の音名に偏りがあるため、偏りのない税法として、6編税法である中税法がある。これは、第1編第 3A において、天音作を8本ずつ数えその座によ、割り切れる合わせは0本に1作の1本を加えた、1から8本によって、次のように書行を決定する。同様のことを6回繰り返して、 本家を得る。さらに簡略化した3編の略税法もある。これは、中税法の第1編の結果をそのままなけ、初項から第3項とし、同様に、第2編で外け、第4項から第6項を求めて、本家を得た後、第3編は6本ずつ数えて一作を加えた残余の1から6本によって、変更の1、1初項6第6項を決定するという方法である。 また税一区を持ちずに毛を立てる戦法もあり、三枚の効果を同時に投げて、三枚裏を労用、二枚裏、一枚表を昇印、二枚表、一枚裏を昇用、三枚表を漏印、罰とする敵戦法が、等の書き見引子、儀礼正義に記されている。これは、効果の表裏で本税法の残余の多少を表すとするものであり、他に、効果の表裏をもって、 中税法の犬いおしり浸達みかん、うしと羊猿を表すとして四像を決める方法や、表の枚数の多少をそのまま四像に反映する方法、六枚の効果の表裏をそのまま音量として、並べて本家にする方法もある。駅にはこれまで様々な解釈が行われてきたが、大別すると、増数駅、使用数駅と、ギリ駅に分けられる。増数駅とは、の小や、 駅の数理から、天地自然の法則を読み解こうとする立場であり、義理駅とは、教門から成人が人々に示そうとした、義理、倫理哲学を明らかにしようという立場である。館代には、天章と人事が影響し、君主の行動が、天に影響して災意が起こるとする、天神召喚説があり、これに基づいて、駅の増水から未来に起こる災意を予測する、神秘主義的な増数駅、 関代の疫が区流した。ここで、疫は、もっぱら聖人に用いられ、予言書的な性格を持った。特に、もうき、京サラは、戦国時代以来の五行と呼ばれる、循環思想を取り込み、十二小速家など、天文律歴と疫の増数等を結合させた、家技説と呼ばれる、理論体系を構築した。前漢末の竜は、このような増数に基づく。 立歴思想の影響下の元官長の官歴対書歴を補正した三等歴を削っており、また流から始まる古文学で駅は五教のトップとされた。一方、義の王室は、家造の解釈に肯定する官役のあり方に反対し、教門が語ろうとしている真意を汲み取ろうとする義理役を打ち立てた。彼の注釈では駅をもっぱら人事を取り扱うものとし、 老僧思想に基づきつつ、様々な人間関係の中において個人が取るべき、諸生の知恵を見出そうとした。彼の、益中は、南朝において、学館に建てられ、東大には、五教正義の一つとして、収益正義が作られた。こうして、王室中が、国家権威として認定されていく中で、官役の刑符は途絶えた。その中にあって、理科内祖が、 関駅の所中を集めて、収益集計を残し、後代に関駅の一端を伝えている。総代になると、従来のつて並びに関東君古学の所中を否定する新しい計画が起こった。駅でも様々な注釈書が作られたが、義理駅において、王室中と総壁と称されるほどお都外の停止駅伝がある。また、増数駅では、数理で、 駅家の生成原理を解こうとする、攻極形成書や、対局や音名を語行による、周遁位の通り書、超始めの、聖網などがある。ここで、対局図や先天図、カトラク書といった図像が用いられ、図書先天の学という駅図学が起こった。南宋になると、義理駅と増数駅を統合しようとする動きが現れ、主審の、環城駅伝、主規の、収駅本義がある。 中等位から二定子を経て、後の趣旨学に連なる儒教の形上学的基礎は、益教に求められる。益家は、日地法で数を表していると解釈でき、次のように数を当てはめることができる。右側は、日地法の表示であり、益家と全く同じ並びになることが理解できる。本税法の第一編においては十九本の、税畜を添削、X 本と、 四十九 x 本に分け、地作から一本を一作として分ける。よって、地作は四十八 x 本となる。第四英語に九本残るのは、天マ作地作ともに四本ずつ残る場合のみであり、これは、X が四の倍数の時に限られる。第二編、第三編では四本残る。天地順一二一、または二一一か八本残る。同三四一まは四三一かは、 半々となり偏りはない。なお、50本から対局として1本除いた49本を使うのではなく、最初に77イコール49本から対局として1本除いた48本を使うとするなら、第1編の偏りはなくな。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。